東京来るっていうからもうちょっと都会的なとこで、今よりもっともっと田舎だったんですよ。周り畑だけ。質屋行って自転車買ってきてくれましてね。まあこの辺りずっとあっちの深大寺はもちろん多摩川まで行ったりしてね、本当懐かしい思い出です。もう私も調布市民となってもう50何年ですからすっかり調布の人間になっております。深大寺あたりでも天神様あたりでも調布のあたりみんなこうね、あの当時からこう歩んできたところですからね、それはもう調布はその雰囲気いっぱいだと私は感じています。それは本当にありがたいことだと思います。本人もきっと喜んでこの辺りに来てますよ。